次に1番沖山恵子君ご登壇願います。はい、おはようございます。私から大きく2点質問いたします。1つ目、産業祭の1月開催について。通年3月末に行われていた産業祭が今年は1月に行われました。12月議会で理由を聞いたところ、出品者からの要望もあり、実行委員会で話し合い3月から1月に変更したというお答えでした。平たく言えばやる側の都合なのかなと思いました。では1月開催で来場者の評判はどうだったのでしょうか。私が知る範囲では、アシタバもフリージアもカツオも買えなかった。産業祭で島のものを買って内地に送るのが習慣だったのに今年はできなかった。3月に戻せないのかと1月開催に反対する声が多かったです。産業祭は作ったもののお披露目会で、来場者は関係ないんです。出品者が良ければそれでいいんですよと言われればそれまでですが、八丈島の産業は農業、漁業、観光業と3つあると思います。カツオやトビウオがまだ取れない1月では、漁業関係者の出品は少なかったように思います。観光バスが立ち寄り回数も減ったと思います。農業関係者だけが満足すれば産業祭は良いのでしょうか。毎年同じことを繰り返すのではなく、いろいろ試して検討することは大変良いことだと思います。しかし今年の結果を受け、来年度はどうする予定なのか、そのことをお伺いします。 1月に開催時期を変更した産業祭の評判はどうだったのでしょうか。2、来年は何月に開催する予定なのでしょうか。2つ目、歴史民俗資料館について伺います。歴史民俗資料館の移転は民間活用も考え、スピード感を持ち高額にならないようにできないのでしょうか。八丈町の財政は決して豊かではありません。しかし歴史民俗資料館の移転費用は町の見積もりを聞くたびに金額が増え、最終的には数億円単位の高額になりそうで心配です。町はいくらまでなら出し、いつまでにやるつもりなのでしょうか。東京オリンピックの会場建設費は当初見積もりから数倍に予算が増え、総額3兆円とも言われ、高額すぎる、減額しようと話題になりました。そして規模や広報を精査したところ、ずいぶん安くなりました。建物は良い材料と広報で時間をかけ大きく作れば高額になり、適度な材料と期間で適度なものを作れば安くできます。良い場所で良いものを作ろうと考えるあまり予算が高額になりすぎ、後世に借金を残さないために目安となる最高額を決めたら良いと思うのですが、どう考えるでしょうか。検討会も2ヶ月に1回1年やるのと、月に2回3ヶ月やるのと回数は一緒です。ある程度のスピード感を持たせるためにこまめに開催し、移転日の締め切りを作り、この日までには結果を出す、この日までには移転しようと締め切りを作ると良いと思いますが、どのように考えますか。また資料館休館せずに運営することはできませんでしょうか。島には多数の部屋を持ち営業しなくなった民宿がたくさんあります。旧末吉小学校や保育園など
使用できそうな町営の建物もあります。私はそのような場所を5年程度賃料を払い借り上げ、小さな臨時の資料館にしたらよいと思います。土足では入れませんが、いずれも玄関は広くできており、駐車場もあるので、靴袋を持っていて歩いていただければ、バスのお客様でも出入りは可能です。住んでいる方は他の住宅に引っ越していただき、夜だけ管理人として泊まってもらうと良いでしょう。試しにこの話を知り合いにしてみたら、5年間決まった賃料が入り、管理人のお手当も出るなら引っ越しても良いよと言っておりました。毎月数十万の賃料を払っても、新しいものを作るよりははるかに安くできると思います。またいつまでもそのままというわけにはいかないので、必ず新しい資料館を作ることになるでしょう。その際、節約した資金を建設資金の足しにもできると思います。旧測候所や仮設建設以外にも、民間も含め、民宿も含め、民間の倉庫や店舗の活用についても考えたらよいと思うのですが、どうでしょうか。以下4点質問いたします。資料館移転や建設費用に上限を設けたらよいと思うが、町はどう考えますか。いつまでに決定し、何日までに移転するという締め切りを決めたらよいと思いますが、町はどう考えますか。資料館を閉館せずに運営することはできませんか。民間の施設を含め検討することはできませんか。以上4点質問します。産業観光課長。それでは、1番沖山恵子議員の産業祭の開催時期についてのご質問に、お答えします。今回の産業祭の日程に関しましては、12月の議会の中でもお答えさせていただいておりますが、実行委員会の反省会で、時期の見直しの再確認がされ、開催日の検討をし、1月の開催となりました。例年1月の第4週に行われる文化フェスティバルを考慮して、今回は5週目になりますが、28、29日となった次第でございます。当日は両日とも好天に恵まれ、昨年よりも740名増の4004名の方々の来場がありました。農林部会では、足場につきましては、昨年の夏の日照りのダメージを受け、総量は若干少なめでございました。1月第5週であったため、関東、東海、花の展覧会への出品と重なり、産業祭への夏季園芸の出品が昨年より若干少ない状況ではありましたけれども、それでも数多くの出品をしていただきました。水産部会では、今回はカツオではなく、海流の関係からか、安定した漁獲量がある金目鯛の予約販売をいたしました。次回の日程につきましては、文化フェスティバルの日程と調整をしまして、1月を計画を今の現在のところしております。明日、産業祭実行委員会の反省会が行われます。恵子議員からのご伺ったご意見も踏まえ、これらを勘案し、開催日につきましては実行委員会にて決定してまいりますので、よろしくお願いいたします。以上で回答です。それでは1番沖山恵子議員の歴史民俗資料館移転は民間活用も考え、
スピード感を持ち、高額にならないようにできないかについて回答いたします。1、資料館移転や建設費用に上限を設けたら良いと思うが、町はどう考えるかにつきましては、建設費用においては、新規建設、建て替えの計画がなく、現在白紙の状態です。一時移転につきましては、これまで現在の歴史民俗資料館同等規模施設への一時移転を念頭に模索してきた経緯があります。その結果が旧測候所の提案になりました。その過程におきましても、既存施設をそのまま使用すると高額になると判断し、低圧電源を引き込み、設置されている設備の一部を使用するなど、コスト削減を反映した案を提示させていただきました。先ほどの回答と重複いたしますが、旧測候所の設備の調査にかかる予算を当初予算で計上させていただいております。今会期中の審議で対象予算が認められた場合は、調査を実施させていただき、費用の条件を設けるというより、調査結果に対しまして、コストダウンを図れる部分がないか精査した上で、議会の皆様にお示ししたいと考えております。2、いつまでに決定し、移転するという締め切りを決めたらという件につきましては、新しい歴史民俗資料館の計画は、検討委員会での検討事項であり、現在、白紙の状態であることから、移転日の締め切りは決めかねる状況にあります。しかし、先ほど、町長の答弁がございましたとおり、5年を目途と考えております。3、資料館を閉館せずに運営することはできないかにつきましては、資料館閉館は旧測候所に限らず、現在の歴史民俗資料館から物品を移動して展示するまでの期間は少なからず発生するものと考えております。また、これまで一時移転につきましては、同等規模の施設という条件ではだけではなく、休館期間をなるべく短くしたいという考えのもとで、移転先を模索してまいりました。そのため、旧測候所への移転が、これまで議会の皆様にお示ししてきた案の中で、最も休館日が短い案となっております。4、民間の施設を含め、検討できないかという件につきましては、規模や立地条件、賃貸借料金、耐震などの条件を満たす民間施設が存在するか、そのあたりの調査から始める必要がございます。さらには、どれくらいの休館機会が必要であるかを含めた課題の洗い出しにも時間がかかることが想定されます。また、将来的に旧町役場に保管されている物品の保管場所を探す必要もございますので、まずは旧測候所の設備の調査をさせていただきたいと考えております。以上で回答とさせていただきます。1番。産業祭については実行委員会で決めるということでしたが、先ほど5番の山本議員もおっしゃいましたが、参加者側、町民の意見もぜひ反映させて、やる側ではなくてですね、参加する人がどうなのかということも含めての検討をぜひお願いしたいと思います。これは要望です。2点目、歴史民俗資料館についてですが、今もまずは測候所ということでしたが、測候所でやった場合、最初の町の説明では、休館期間はないという説明でした。それなので、私もそれに賛成しようと思っておりました。しかし、その後、測候所でやっても、1年は休館しなきゃいけないよっていう話が出てまいりましたので、では測候所ではなく、他の方法を探れませんかということをお伺いしております。現在の予定では測候所でやると、必ず休館しなければなりません。休館せずにやるためには、測候所の調査も結構ですけれども、他のことも
合わせて検討して並行してやっていかなければいけないと思います。速攻所ありきではなく、速攻所が他の速攻所で、ダメな時、速攻所が高額になった時のことも考え、他のことも並行して検討することはできないのか、先ほどですね、民間の施設を検討する場合には調査が必要だとおっしゃいましたけれども、速攻所を調査するのと同じく、民間も一緒に調査をすれば、また違う解決の方法が探れると思います。その辺も含めて、やるのかやらないのか、これは町の執行部がやると思うか、やらないか、やると思わないかの問題だと思います。最終的には検討委員会が決めるんでしょうけれども、検討委員会に示す案をいろいろと作って、この中でどれがいいですかということで、検討委員会の方に決めていただきたい。そのためのたたき台として、さまざまな、方策を示すために、まずいろんなことを検討できませんかということを伺っております。民間施設の活用を検討できるのかできないのか、その点についてお伺いしたいです。ただいまの一番議員のご質問についてご回答いたします。ご指摘のとおりですね、この旧速攻所以外の件につきましては、当然、検討委員会の方で検討させていただきます。で、最後にありました民間の施設ということなんですけれども、民間の施設も検討はするんですけれども、ですね、民間の施設に一時移転する場合には、やはり今の歴史民俗資料館の移転に際して、何が一番問題になっているかというと、耐震が一番問題になっています。なので、民間の住宅で、果たして耐震対策が取れているかどうか、そこのところの基準を満たしているかどうかという判断がまず一つ難しいというのと、そういった住宅があるのかというところを、またこの調査する必要がございますので、その辺はまた検討委員会を進める中でもですね、調査を進めていきたいと思います。以上です。はい、いたします。締めていいですか。やりますか。で、1番。再質問します。速攻所を利用した場合には、エレベーターの補修費用として5000万近くかかるという話がありました。民間の施設を借り上げた場合、そのまま使うのではなく、多少の耐震を予算をかけてやるということも可能だと思います。まず調査をして、ダメならある程度のお金をかける、それも含めて、考えてもいいのではないのかなと思いますが、いかがでしょうか。いかがでしょうか。では、答弁を聞いて。休暇長。それでは、一番議員、ご質問に回答いたします。基本的に、旧速攻所は旧速攻所で、今回の予算に、計上しております。で、会期中にですね、その方向性がどうなるかというのは、まず第一段階で示されると思います。で、実際に調査をさせていただけることになればですね、その調査をしていく中で、そのエレベーターという話がございましたけれども、そこであまりにも高額になるようでしたら、例えば昇降機をつけるとかですね、そういった代替案とかもちょっと考えていかないかな、いかなければと思っておりますので、まず工場の方はそのような形で進めさせていただきたいと思います。で、そのほかにですね、いろいろな今回もご意見、ご提案いただいておりますので、その辺はですね、検討委員会の中でですね、出しながらですね、検討を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。